だから、あの、結構あれですよ、今日話流なりそうですけど、マリーナショーとかを聞いてた。ってことですねマリーナショー大好きで。いや、それも入れましょうかね。そうそうそう。で、あの、結構話できるんですよ、このマリーナショーあの、僕まとめるんで、しってください。あのね、あの、さんのね。そうそう、今日こんな感じで。こんな感じで、じゃ、本番で喋ってもらう感じでいいですかね。そうそうそう、あの、でも、私、なんか、めっちゃ喋っちゃうかもしれない、大丈夫かしら。まあ、そうね。なんか、そうしたら

私こんなおばちゃんになりたいと思ったあ、それそれちょっとじゃあ本番で <laughs> 言っちゃっおばちゃんね本当にこんなおばちゃんになりたいボストンですよボス,のボストンであの<ー>あのまだねマリーナショーさんね40代だったんじゃないかなあの時マリーナショーって今これかかってんのが入ってる感じですか iTunes に

ということで火曜日二十三時は池チャンネルラジオ版ということでお送りしております。さっきからこれさっきはマッサージ。<laughs> <laughs> いやーあぞ。そうです <laughs> あのちょっと初めてですね史上初のこのぬるっと入るというあ,いうあ,あどうもこんばん <laughs> あの今あの喋ってらっしゃったのがですねあのボストンでマリーナショーみたいな、ね、ギラジルカさんの、ね、どうもこんばんはんこの始まりなんやら、ね、始初初,初いやもう初いやちょっとびっくりしてもいやもうなんかスタートしてるからあそこまで喋ったっけそういうことなんですねあなんかあ ごめんなさいなんかちょっとすみません恥ずかしいちょいいえ、えっとまとめあまでもまとまったんで始め,始めましょうかね始めましょう、はい、でそのマリーナショー,ーマリーナショー <laughs> ちょっとどっからしゃべろうかなはいそう、ね、じゃあえっとまずですねあのマリーナショーを、まあ、ボストンで見ましたと、うんはい、で、まあ、マリーナショーの今日 CD を持ってきていただいたんですけれども、うん、あのそれ、うん、まあ要はその アール＆ビーシンガーだったりソウルシンガーだったりする方々もやっぱりルーツはジャズがあって、やっぱり皆さんちゃんとジャズまあ当たり前なんですけどやれるよねっていうのに気づいたと気づきました。なるほど。でね気づいた人は森のショーで気づいたんじゃなかったんです。違うんですか？そうなんです。ちょっとね時系列いろいろアップダウンしますけどいいですか？あいいですいいです。私ね合いますつけます。本当にあのバークリー音楽大学っていうところに行くんですけどあのサックス持って行っちゃったんですよ。 で <laughs> <laughs> えっとボーカルの方ですよボーカルのギラズルカさん、ね、アルトサックスの奏者になりたかったの小学校四年生の時にもう心を決めて<え>や,っやってたんですかそうなんですよ四年生から今度お願いしていいですかいやいやダメですよもう <laughs> いやいや聞いてみたえ吹けるんですよねいや吹けないですえどっちですかあのね触れるけど吹けない小四からだってえ十七八ぐらいまでやったわけですよねそうそうそうあのそう十七八までやってましたいやそれで吹けない方だっすごい勘違いしてたんですよねもだからあのなんかちゃんと音符さえ吹けたらそれでいいみたいな感じで思ってた時期があってどっかで企画しましょうこれもうダメですダメですもう本当にやめてくださいいやで恥ずかしい話ですけどでもまあそのバーニングに行くときにサックス持っていった 時はデビッド・サンボンの憧れがあったんですよ。サックスの。もうちょっといろいろ前後しますよ。だけどそのそもそもサックスが好きになったな何って言ったらアースインランドファイヤーとかね。当時流行ってたクーランドギャングスとかね。そのお歌の部分ではなく後ろの本セクションとかが気になってしょうがなかったっていうそんな女の子だったんですよ。ねかけていただけたら嬉しいね。でねもうアースなんて。 あの何ていうのかな、もうパラパッパッパとか、そういうイメージ、そういうイメージ、でもね、日本にもすごいバンドがあったんですよ。スペクトラムというバンドがありました知らない知らないでのなかなか今ね、CD とかちょっとあるかどうかわかんない出出ってててきないワードばかくるこジャズですねねでもスペクトラムはもう、アースインダントファイヤーのまあほぼコピーというか、これねこれサーブティーンファイヤーあフィ えこれ何の曲？これアースの。これアースの。フィーリング。はい。あサーペンティンファイヤーじゃないんだ。サーセンティンファイヤーの。あそうです。もう今日なんかすごいななんか地に足ついてない感がいいですねもうみんなねいいですよ。そうです。いサーペンティンファイヤーだったらすごいもうあこれも渋いですけどね。渋いね。いいけまあ anyways あのあそうそうそう。 あのあもう私しゃべり損ねたかもしれない<何>マリーナ・ショーの「Feel Like Making Love」と匹敵するものがあるんですよ。はい、こうがいいうが、ん、あ <laughs> <laughs> もう ちょっと、ね、これ動画見てらっしゃる方、ね、ちょっと見てください問題ね訳分からなくなてですよ今は、ね、16なんだけど16の捉え方がみんな違うわけですよ倍<っ>で取ったりダブルタイムで取ったりなるほどでさっきの「Feel Like Making Love」もそうだったんですけどはい、はい、一瞬バラードに聞こえるんだけども、はい、途中からマリーナ・ショーが16を感じながらもうリズムを埋めていくような歌い方をするんですよ16をはいはい今これで説明すると、うん、これじゃないですか大きくワン

えちょっと待ってくださいえっ、ー、とサックスで入、はい、入ったを入ったんですよねどれぐらいで挫折したんですか一年一年それなんでですか、はい、どうしたんですかあのね、うん、あのもうあ向いてないなってあ気づいたんですね気づきましたあなるほどあ,、ね、あのこれちょっと真面目な話だけど、はい、今ってなんかいろいろ狭いとこがダメとか言うと あのなんで「兵所恐怖症」とかあるまだね当時はそういう言葉はあったにしてもなんかそれがどうなのっていう感じだったんですよ。なんとか恐怖症とかあるじゃないですか。で私は練習室の狭い部屋がダメだったっていうことに今気づいたあ今思えばねそう昔なんで私はこんなあの練習ができないんだろうと思ってみんなね狭い練習室に8時間とか10時間とか入ってるわけでですよ私それができなかったんですよ。 だからもう致命的なわけですよその練習できないからそのうまくならないのねサックスの音色がどうとか自分サックス吹いててここできないとかじゃなくて,なくてそもそも練習サックスを練習する環境が自分に合ってないなとでもその時い, <laughs> いろんな理由あるもんですねでもまあそれぐらい思うってことはやっぱ本当にそうだったんでしょうね、うん、うだったでじゃあ広い部屋でやればよかったじゃんって今突っ込ん 突っ込みたくなるわけですね。いやいや自分にいやでも想像はつくんで、<laughs> やっぱ一人でやるサックスドラムとかだったらまたね、ちょっと機材があったりして、ね、ちょっと広いじゃないですか。はい、でもデアボックスぐらいのところで,や,で、うん、やるわけですよ。それができなかった。だからあのもうとっととやめるかなんか変えるか楽器、ね、を変えるかなんかしなきゃいけないという選択をしなきゃいけない18歳の時。ああなるほど。すごい精神的に落ち込んだんですね。はい、なるほど。あの,、ね、あの過食症になりました。 あそれで、うん、過食症あの要はストレス食べす,すぎてす食べ過ぎて隠れて食べるってでも自分を癒そうと癒そうとすごい頑張るんだけどサックス持って歩いてる姿を見られるだけでももう恐怖症でというのがすごい期待されちゃったので、ね、<ー>んかあ女の子でさサックス持った子がいるよみたいな感じですごいあの人気出ちゃったんですよ。<laughs> <laughs> ちょっと待ってなんかこれ結構すごい意外なこれのルーツですね <laughs> これ,れそうしかも打ち合わせそう話一本もしてないし <laughs> ない面白い。そで,、ね、でそれで、うんうん、そっかもう。 そういう状況に置かれたにもかかわらず、うん、自分の中でこう練習部屋と向き合いつつ。うん、やっぱり厳しいなと。うん、そう、いや、まあ、できない。で、さらに言うと、さらに言わせていただくと、ビバップっていう言葉を初めて知るんです。ああ、その時に。十七歳の時にね、えビバップってなんだろうと思って。まあ、なんだろうってなる、ね。でね、まあ、バークリーですよ。うん、ビバップも知らないで、この子サックス持ってきたのかって話になるわけですよ。あまあ、確かに、それ向こうからしたら、普通っちゃ普通ですもんね。でねで私は、ファンクとか。<laughs> デビッド・サンボンみたいなちょっとフュージョンな感じとかクロスオーバーが大好きだったのでロックも好きだったですよでもなんかそういう入り口から入っていったもんですからジャズがその後だったんですね。でその前だからりえっとそしたら今話してましたデビッド・サンボンさんをちょっと聞いてみましょうかどんな音色かみんな聞いてデビッド・サンボンでシカゴソング。はい でね聞いていただくとわかるんですけどあの例えばサックスにエフェクターをかけたりとかこれも入ってますあのマイクも入ってます入ってますあお決めてはこの感じでいきましょうじゃわかりましたいいつもここで一曲聞いてもらういやいいですよこの感じで行きましょう解説付きで行きましょうあのもうすぐサックス今音色ロが聞くはいきますよあのワンツーとイーファはいこここれね もうエフェクターみたいなのかかってるら、うん、オクターバーみたいなのがか,かっててこんなことをやる人がすごい憧れるわけですよ。なるほどかっっっこいいなてて歌ってるみであの R&B ですよねある意味こういう音楽ってい、ね、うの、ねまあ、私はフュージョンという言葉しか知らなかったけど,なるほどある意味歌のない R&B 曲だわなわけですよ。それに気づくわけですよ。なんかあのなんていう憧れだけじゃなくてあこういうふうに歌うように吹けばいいんだって。なるほど だけどバークリーに行ったらビバップって何ってて何話になるわけですよねイメージはだからこっち先行で入ってこういうことかとまあなんかそうねスムースジャズとかもなんかこういうイメージで、ね、そうですね後々そういう言葉が生まれますけども、うん、だからそういうイメージでバークリー行って作スをちゃんと勉強するんだっていうふうに言ったんだけど,、はい、だけど向こうの主流は、はい「 リバップ,、はい、バップでチャーリー・パーカーの授業を無理くりチャーリー,パー,ー・パーカーの授業受けたたんですか受受けけましないといけないです。でチャーリー・パーカーのソロをトランスクライブって言って、うん、ソロをこう音符にして書きなさいっていう,こう,いうリスニングの何、はい、とかやるんですけども本当にノイローゼ状態で <laughs> 一体何を聞いてるのか分かんないっていう状況が実はあったんですけど, <laughs> なるほどでもね池田さんはい 無理に無理やりでもチャーリーパーがガーッと聞いてノイローゼっぽくなったけど聞いたことがバークリー卒業して5年後ぐらいにふわ、うん、ーっと自分の体から出てくるようにな,うなるの、ねねまあ、何にも損するものないのね無駄なものない,、ね、いやないですよそれはもう無駄なものが一個もないです、ね、ないですよ,ですよ一生懸命やってれば全部もうそうです でねまあちょっと、うん、あのいいススあの喋って,てや,やばいと思ったら止めるんで大丈夫です <laughs> はいやばいと思ったら止めるんでこれ今日多分二時間半ぐらいかかるのボーカルに変わるわけです二年目からそうだからそれなんでなんですかそ,<う>それあのはサックスがもうきついっていう状態になるじゃないですか。うん で通常だったら通常って、うん、僕だったら帰るとかっていう選択肢も全然あると思うんですけど、うん、でもね他何もしたいことがなかったんですよ<う>やっぱ音楽やりたいと思ってたからで、ね、さっきのキーワードにもありました歌うように楽器を弾きたかったわけですよはい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 そしたら私でも歌え,た歌えるかもと思ったんです逆に声を出してだから声も楽器扱いなんですよねバークリーってボイスっていう楽器なんですけどまあ,そうです、ね、まあでも今でもそういう考え方ありますからね全然うんだからあ 声も楽器なんだと思って2年目から楽器を変えるっていうことをしまして手続きをしてそして歌を始めるんだけど <laughs> 手続きね, <laughs>、うん、ね手続きしなきゃいけなかった、うん、でその時にあの新しく入ってきた先生がいて若い先生がいてあのあ<の>ボーカルの先生その方に何か当たるんですよ。 ね、私も初めましてだし向こうも初めて学校に来てるわけなんで「あのすいません」ってあの歌う「歌うつもりでバークリー来てないんです」って、うん、関西弁で言ってたんですよ。 サッ,ね、サックスからの、ねうん、転校なんですけどな、うん、大丈夫大丈夫とか言ってあのすごい励ましてくれたも,でもう一つその方が受け持ったボーカルジャズ・アンサンブルっていうアンサンブル事業があったんですで、それって今でいう「テイクシックスとか「うん、マンハッタントランスファー」みたいにその書き譜になったボーカルパートをこう譜面で読まなきゃいけないという、うん、あのグループがあったんですねでそこのオーディションにけを受けなさいって言われたんです。 でしょうかって言ったら「大丈夫あなたは譜面が読めるからなるほど歌はついてくるからとりあえず読んで歌いなさい歌いなさい」って言われたんですよなるほどすごい素敵なあの今考えるとおうもうす名言なんですよ歌はついてくるものだからなるほどやりなさいなるほど、うん、で譜面が読めたのはおかげさまでサックスを吹いていたおかげなんですよね。 だからこう音符をたどりながらとりあえず歌おう歌おうっていうのがその2年目からスタートしたんですよ。<ー>でそこがまあ,ある意味ジャズの入り口だったんですなるほどねその時にそういう話がなかったらもしかしたら歌もやめてた可能性もありまして、ねはい、その通りです途方に暮れてましたからどうしたらいいのか分からない<ー>で同時にあのゴスペル・クワイアのオーディションもあったんですよ。はあ え、これ全く違う先生だしで、そのゴスペル。会話はボーカルの人たち以外の人でもオーディション受けられるんですけど、うん、そこはね逆。真逆で譜面の世界じゃないんです。コーラルリスポンスだから耳で聞いて。 その通り歌いなさいと。だから先生が。なるほどね。三回ぐらい同じフレーズを弾くんですよね。で、まあ歌詞だけちょっと黒板に書いてあるんですけど、まあ歌詞ももう覚えなきゃいけない同時進行。で、三回目やあ三回サンプルでやります。四回目に歌いなさい。はい、どうぞなんですけど、それが歌えなかったらはいアウトなんです。あ、そのクワイヤーの方。クワイヤの。ごめんなさい、クワイヤーの方。それいうオーディションがありまして、で、それが無事私は全部通って歌ついてきた。こういう 練習もあんじゃん、あのか試験も、イメージね、うん、イメージ。踊りながらにと読んでクラップする。はい、でこれができない方も入れないということで、はい、私はもうなんか一発で通ってしまいまして、でそれも同時進行にスタートしました。はい、もう疲れてきたでしょ聞くのね。いや疲れて,きてないよ。あの理解してるの今。ようやくああなるほどなるほど。なるほどだから、歌に転向していきなり。<laughs> コスペル・コアイアとボーカル・ジャズ・アンサンブルという2つのグループに所属することになるんですなるほどね。<ー>それをだから2つ受けながらバクリで生活をしていて、うんはいはい、残り3年残り3年をずっと歌に費やしてきたとはい、はい、その通りで,すでその頃はグループに所属してたからソロでは歌っってなかったああそうなのね、うん、歌えなかったもう歌いたくて歌いたくて。後…まあ 後にあと、まあ、で聞きますけど今もいらっしゃるんですけど、うん、なんかそういえばあのアポロシアターかなんかでやってましたよね、うん、あれ何,何でしたっけアポロシアターに出たんですけど30代の時にボーカルのあ違う違うボイサロットクワイアっていう自分のクワイアを立ち上げてアルバム3枚ぐらい作ってるんですけどそれを<ー>あの持ってそのクワイアのメンバー25人ぐらいで。 あのアポロシアターにあの立つチャンスをねいただいたんです。あのなんか多分あのチャーチ系の集まりだったんですけれども、どその中でまあ日本からもうクワイヤ来たよということで、<ー>はい一曲だけね,ね嬉しかったですけね。どうでしたアポロシアター？あの感動しましたよ。感動しました、ねはい。感動しました。はい <laughs> あの、ちょっとね、話ちょっとごめんなさいな、あの、いや、一緒にやってもらって、フラグさんもちょっと道路局次流そうと、な、ね、なってるんですけど、ね、別にいいんですよ。無理に流さなくてもいいんですけど。一個だけ、あの、どうしても流したいのがあって、うん、その要は一年のサックス生活、三年のバークリー生活を経ての。後で、うん、集大成ともいえる、その卒業制作のね、アルバム。うん、こっちの先行きましょう。これ、あの、多分ずっとこの橋行くと、ここに何でも取るんって話になっちゃうから。かかじゃあぜひ恥ずかしいけどはい、で、これ、あの。 動画見てらっしゃる方、これこれ行けます？こっちかこ,っちこれ売ってませんので皆さん。こっちこっちねこれ。1994年のねあこれ,これ誰ですかっていう話なんですけど。これこれ誰誰ですか。これこれ,これをね今日持ってきていただいたのでこれ初めて作ったアルバム。 そうですあの卒業記念アルバムでんかさっき聞いたんですけどやっぱ元をたどったらやっぱりここでやりたいことをやってたっていう話すごいですよね今気づいて今いくつでしたっけ55ですよねだから言うたら何年前ですか30何年前の30年以上30年以上ですよ30年以上前のアルバムをやっぱやってたんだっていう自分の中でねやりたいことをやってたんだっていうのを気づいたアルバムっていうことでね ということでこの中から一曲、はいあのー、聴いていただきましょうか「うん、ギラジルカで「オータムリーブス」。 はいということでお聞きいただいておりますギラジルカのですね卒業制作作品でオータムリムスでございますけれどもギターがねミックグッドリックというギタリストなんですけどさっきおっしゃってましたねもうあのあの名プレイヤーでございますけどなんか様々今ねあの大戦開発されているギタリストの師匠かもしれないっていう方々方々方々ということではいうれしいでしょギラいやてか俺さっきあの第一節いたときにわっかって思ってマジであの 一生懸命歌ってる感がすごいもう本当あのミックの,あのソロギターについていくのでもう必死なアギラです、はい、一発撮りだったのでもう大変な思いをしましたけど一発撮りだったんですかこれ一発撮りす同時で撮ってますからうわでもいい経験させていただいてこれ1994年なんですけど23歳ぐらいの時だったかなでもなんかねこの時にあ今聞くと、うん、あ私やりたいことここで割と固まってたなって。 ってすごく思うわけですよ、ね、偉いなって <laughs> <laughs> ちょっと褒めちゃうだからもう当時は聞けなかったですけど <laughs>、ね、今聞くとああなるほどっさ,さっきの話とねだからちゃんと自分に向き合って,き,合ってきついけどやりたいことをやってましたとそうやりたいことがちゃんとできてたじゃんっていや思うわけですよ、ね、いやマジですげえわけびっくりした俺 <laughs> ありがとうございますでもやっぱギラさんなんですよ当たり前なんですけどこれ多分街中で流れてたら「あギラさん?」みたいなちょっと甘い声でございますやっぱねオータム・リーブスねこのスキャットで始まるバージョンっていうのが実はサラ・ボーンが私やっぱり歌の中で歌ってたんですけどやっぱそのボーカリストとして活動を始めるってなった時影響受けた方っていらっしゃると思うんですけどその一人がサラ・ボーンということで。ですね。 でもあのサラ・ボンもスキャットからスタートする「オータム・リーブズ」が世の中にあ,のあるんですよ<ー>作品として。だけどだからちょっとそれをえ影響を受けてこういうレコーディングをさせてもらったんですけどね。この方の声は何かクラシックな感じも聞こえるしもちろんジャズもあるしブルース、うんうん、もう全部こう。 感じるんですよね。で、レンジがすごい高いあの広い上から下まで。だからなんかジャズっていうイメージって低い声とかなんか渋いハスキーなというイメージがある中でイメージはありますありますよね。でもサラとかまあ同じなのエラフィッツジャズでもそうですけど。いやすごい高いところまで。ギラさんもそうなんですよ。いやいやあのあのちょっとここだけは言わせてほしいんですけど僕毎日演奏聞いてるじゃないですか。でやっぱ気づいたんですけど。 よ良きボーカリストの方は、上から下まで幅が広いです。で、特にやっぱちゃんと、低音をちゃんと歌えてる人は、本当にすごいボーカリストが多いですね。はい、それはギラさんです。あ、ギラ、ギラ、ギラの話。まあ、いや、い何人かいらっしゃるありがとうございます。あの、いっぱいいるとは言わないです。正直、何人かしかいないんですけど。それはね、やっぱ聞いててね、あの、しみるんですよ。うん。 上から下まで、ちゃんと、なんなら聞こえてない下とかもあるわけですよね。体から出てるとか,とかる、ね、の、そう、そうね、ピアノも同じことが言えるんですけどね。うんうん、あの下の方でも、聞こえてない倍音もあったりとかして、うんはい、それをこう、ね、うまく使いながら、弾いたりとかも、歌ったりする人、本当ね。うん いや本当そう尊敬するあでもね本当それ,でそれを知ったのはサラボンきっかけとしてはあっ、ねうん、こんな伸び伸び,びと上から下までいろんな表現ができる人なんだっすごい憧れました。本当よくね、はい、こう張り上げてこう声、まあ、頑張ってこう高い声だけ頑張って練習する人とかいるじゃないですか、はい、それもそれでいいんですけどそうじゃないと。ね また年齢とともに変わっていくしやっぱり学んだりとかねしながらね歌は後からついてくるという話でございまパクらせてだきましたけどございそ言ですあともう一人いらっしゃるということでさっきのマリーナ・ショーの話の流れでマリーナ・ショーささっきライブで見たよっていうでもねマリーナ・ショーの歌をライブで聴いてた時にそういえばんかこのこういう方いたななんて思って。 アーネスティンアンダーソンっていうこれもまた素敵なおばちゃんおばちゃんシンガーなんですけどおばちゃんマリーナショーのことおばちゃんアレスターの子おばちゃんねおばちゃん愛を持って言ってますけどもサラボンがいたとしたらサラボンの次の世代なんですおばちゃん世代だからサラボンがおばあちゃんになってそしたらアーネスティンアンダーソンっていうもう当時はだからもう若い若い感じジャケットありますそうそうそうジャケットちょっと見てほしいんですけど。 あの、す,すごい特徴、あのコンコルドの飛行機です。そうです。これ、珍しいですよ、コンコルドのこの。ですかこれも流れてるの。流れてる、ねはい、これ、ライブバージョンですけど、ラブフォーセールっていうのを聞いていただいてますけど。はい、これも、だから、この。着、着、着、着。十六ビートに、コールポーターの曲、ね、ラブフォーセールが乗っかってる。ね、私、これがやりたいんだって思ったわけですよ。 要はジャズも大好きだし、ジャズのスタンダードも大好きだけど、サラボーンの世代はこのリズムがなかったわけですよ。ううまだ誕生してないわけですよ。だけど、この次の世代、その戦後も終わって戦後で初め、はい、ちょっとこう。あの皆さんがボールルームからディスコに移行するような。はい、その狭間の時代にこういうのが流行りだす。わけですよ。クロスオーバー的な。な <laughs> これあの僕の勘違いだったらすみません、はい、あの今やってるプロジェクトで、うん、あのスーパーソロジャズってあるじいですか、はい、これルーツっすよね多分ねルー,ルーツですその通りですそうかありがとうございますいやいやあのちょっと話が行ったり来たりですけど <laughs> <に>ようやくちょっと路線に戻しますけどもあの <laughs> スーパーソウルジャズっていうねユニットもやってらっしゃいまして, <laughs> て、はい、でこれ今言った話でちょっと通じるところがあるんでちょっと一曲ね、あのー、聞いていただきたいんですけど生まれて初めて書いた曲をここに <laughs>、あのー、したためたということで。 あの「DiveIntoYourLove」という曲でございますけども聞いていただきましょうか「ギラジルカ」で「ごめんなさい DiveIntoYourLove」というタイトルなんですけども1995年に書いた曲なんですけども3回目ぐらいですこれレコーディングするのあ三3回目の生まれて初めて書いた曲を3回目のレコーディングが入った曲がこの「スーパーソルジャム j o ということで聞いてだきましょう「ギラジルカ」で「DiveIntoYourLove」。

はいということでギラジルかスーパーソウルジャズからですねダイブイントゥーアラブという生まれて初めて書いた曲1995年に書いたんですけどもいや今ねその船越さんと話してたんですけどやっぱチャ感を感じるとかねわかりますよねねわかりますよねねえ感の話そういえば初めて出ますねそう今回ね今回ねそうさっきマリーナショーまで来てアーネスティン・アンダーソンの話したじゃないですかそしたら次 茶化館なんですはは見たことはなあありますそう日本じゃなくて向こうで向ここううでで今かけて頂い,いてるのはねあ、はい、これあのアリス・マーディンがね、はい あのアレンジしたビバップメドレーなんですビバップメドレーシャガカンはあのシャガカンシャガカン言ってみんな多分あれでシャガカンシャガカンシャガカンあの曲が有名になって知った人多いと思うんですよね。だけど実はこの方もやっぱ昔ジャズを歌ってジャズを知ってる方なんですよねだから今みたいな今流していただいてるビバップメドレーとか普通に歌えてしまうし なんかジャズを知っている方なんだなっていうことに気づくと私はジャズから歌入っていったけれどもあこう大好きだった「アース・イン・ランド・ファイア」とか「ファンク」とか「ソウル」とか、R「R&B」全部混ぜて演奏してる方だっていう感じな,なるほどね。 まあよく言うじゃないですかその、まあ、僕もよく言ってますけどやっぱジャンルは合ってないようなもんでよくその日本の CD ショップとか行くとこう日本の CD シ,シ,ショップとか偉そうに言ってますけど僕日本の CD ショップ行ったことないんですけどあすあの日本の CD ショップ行くとこうなんかジャンルで分かれてるじゃないですかです、ね、ロックとか、うん、J ロックとか,なんか <laughs> ジャズとかクラシックとかね。<laughs> まあ、分かりやすくていいんですけどやっぱ聞いてる好きな人も聴いてるとやっぱあんま関係ないですよね何がどうじゃなくてね,ね、うん、自分の好きなもののルーツはやっぱジャズにあったりとか、うん、まあそれこそソウルにあったりとかっていうようなところに気付けて楽しめればそれでいいと思ってるので、うん、そうですね、うん、まあ本当時代の流れっていうのがあるからそう、ね、そのこの分かりますかりますれちゃうっていうのはちょっと不可能ですよね。 でもすごくない、うん、このじゃじゃじゃとか言って、俺聞いてなかった <laughs> ないけどいやいいんですよこれ、うん、あの流していただいたすごい複雑なことをやっぱりやり遂げられるし理解してるしでギラさんのルーツですね。 ジャガカンもそうだし、うん、だ俺今一瞬一瞬ギラさんかと思ったもんマジで、一瞬ね一瞬だよ <laughs> 一瞬ね一瞬でも嬉しい一瞬いやそうなんだいやだからこういう方たちをやっぱりこうボーカルを勉強し始めていろんな人と出会ってまあやっぱ真面目なんすねギラさんや,そうそうやっぱ気づいていた,だきたいうん今日初めて気づいたわ <laughs> 本当。<laughs> 真面目なんですね熱い何にしてもし <laughs> だからさっきのサックスの話も腑に落ちるしっやっぱりこう向き合ったらとことんなんですよね,多分ねそうなんですだからねちょっと油断すると本当にこうなっちゃうから、はい、自分でちょっとなるべくならないようにしてて、うんね、そしたらもうなんかぼーっとしちゃった <laughs> <laughs> いやまあ、それ今ぼっとしてる状態でもさっきのレコード店の話じゃないですけど、うん、ギラジルカって探しに行くんですようん、うん、このお店はどういうふうにギラジルカっていうセクションを作ってるかななんて昔はギラジルカが何なのかが分かんなかっただからバンド名なのか人の名前なのか,確かに日本なのかアメリカなのかとか、はい、分かんないジャズなのか何なのかも分かんないで面白かったですよ。 ないんですよ。探してるこれが洋楽セクションにあったりとか。あ、その CD ショップの方がわかんないってこと。多分そうだと思う。だから CD ショップの方が決める権利があるじゃないですか。だか本当にジャズでいいんです。確かに日本のジャズでいいんだけれども、日本のジャズにギラジルかっていうとなんか人の名前なのかバンド名なのかがわかんないわかんないですね。そういう時代があった。未だにわかんない人もいると思います。正直言って。未だに怪獣かな。怪獣そうね。怪獣か。特殊特殊。 特殊なのははいすいませんそういういやそういう方たちを経てようやく今ねあの話ねえっとそうで今やってるそのユニットこういういろんなサックスボーカルだったりこれ初めて買った CD の話も実はしたかったんですけど今日はできなそうなんですが持ってきてもらってたんですあの話としてはね一応「ローリング・ストーンズ」を実は初めて。 だからこういうロック要素も詰まってるというところもあってというのが今ギラジルカというね一人のボーカリストなんですけれどもバンドでも何でもなくてですね今やってるユニットというのが今先ほどかけさせていただいた「ギラジルカスーパーソウルジャズ」この T シャツもそうなんですけど SSJ。っていう のもそうですし、あのあとはえーとソロディオですね。あ、ソロディオです。ソロディオ、これ今ここに貼ってありますけど、これはい、あこちらください、こっちこっち。あ、そう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 、こちらソロディオっていうあのヤハバイムさんっていうですね、あのハモジンっていうあのグループのアカペラグループのボーカルの方と二人で。 やってらっしゃって、あの十七年一緒にやってます。十七年ですよこれまたね。ねというユニットとあとはえっとギラヤマジルコというですね。はい。ああのごめんなさいこっちこっち。あそれそれであれです。ギラヤマジルコ。こっちがあのそうですここです。これこれねギラヤマこっち。 これ今あの後で動画見てる人分かると思うんですけど <laughs> すこっち行ったらこっち行ったら指でこうねギラヤマジルコっていう名前でやってるこのうもう3つ3つねこの3つを軸にして単独の,こ、はい、あの活動別としても3つユニットをや、うん、あのねなかなか実はいないですよ3つやってる人って、ねはい、1>, 1つはまあ通常なんですよ1つとあとソロあの名義とかよくあるんですけど。はい でその中でねあの最後に出てきたギラ「ギイマジルコというのが、うん、実はあのこれ「ワンダーウルコハンマープレゼンツ」なんですよ、うん、このラジオね。うん、でそ,そこにあの定期的に出ていただいてましてあのどういうコンセプトの,あのアルバム、まあ、あのユニットかっていうとここにも書いてあるんですけど。 日本の、ね、名曲歌謡曲だったりだとかを「義良山ルコというですねあの要は「義良ジルカをなぞってあの日本の名曲なので「義良ジルコという,、ね、う,う名前になぞって <laughs> ユニット名にしてあのいろんなアレンジをね、うん、して聴いてもらうというようなものがあるんですけども、うんはい、その中からね今日一曲ちょっと聴いていただきたいんですけれども、はいき、うんえー、ますか「義良山ルコで「年下の男の子」。 はい、ということでギラヤマジルこれ年下の男の子でした。はい、まあキャンディーズの、キャンディーズの名曲でございます。今ここで話してたんですけど、はい、なんかキャンディーズのあのー、この年下の男の子の作曲家の方と、はい、ホグチさん、さんというさん あのもちろんお伺い立てなきゃいけなかったりするわけですから、まあね、ア,アレンジさせていただきますって言うんですけどもそして聞いていただいてすごい喜んでいただいてう私このブルースをすごい感じたわけですよこの曲のキャンディーズのこの曲に、はいはい、そしたら「ブルースですね」みたいな感じで言っていただいたらすごいそこに気づいてくれたんだって言って喜んでいただいたのがすごいもう,もうありがたくてこ,これアレンジ竹中俊二ギターなんですけども、はいはい、二人で喜びました。<laughs> 小口さんもだから、やっぱりジャズとか、ブルースとか、多分昔よく聞いて、まあ、今も聞いてるかもしれないです。あの、あの世代の作曲家の皆さん、みんなジャズプレイヤーだった、あの、宮川博さんとか。はい、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 はい。あ、違う、あ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 、宮川先生の下の名前、いつも忘れちゃう。そう、あの、宇宙戦艦、あ、そう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 、とかね、みんな素晴らしいジャズのピアニストだったりとか、したわけです、私。あの、銀座のクラブで、宮川さんとピアノで。

これですこっちねこっちじゃなくこっちねギライマジルコプロジェクトっていうのがまあジェクトってうのあってそうですねワンツースリーとあってワンツーとあって今聞いていただいたのはワンの方ですけど今度スリーを作りたくて作りてもう楽曲制作をもうしちゃ いるわけでしょでもしてるんですね。しています。それをご披露するライブでございまして、二月来年ですね。来年二月二十日。えっとジロキッさん講演のジロキッさんでやらせていただきます。今回ブラジリアンテーマはブラジリアンにしてえっと日本の名曲をあのお届けすると。そうなんです。もうブラジリアン。いやメンバーもね素晴らしいですよ。これも本当に。 もうもまあ、特にダニエルがね、そうダニエルとやるのはあれですよね。こと、あ、今年今年これが初めてなんですよね。これこれダニエルベーダーさんはブラジルの方なので、もうあの面白いですよ。日本の名曲をって言って思い入れない人あのはダニエル。<laughs> <laughs> ダニエルはだけブラジル枠でブラジル枠でね日本の名曲って言われても分かんないところからスタートしてるのでそういや素晴らしいドラマですあのうちにもだから山中千尋さんのピアノトリオで一回ダニエル来たんですけどバランス感覚が半端ないですジャズも素晴らしいしいやもう本当ねこれ予約いつからですか予約もう吉良さんに二月二十六日十二月二十六日から皆さんねあのこれ今十一月に流れてますからぜひあの十二月二十六日をまあの待っていただいてぜひ あのギラヤマジルコプロジェクト本当にねあの僕も個人個人的にって言ったらあれですけど、うん、やっぱあのギラさんとお話ししてて、まあ、やっぱりこうねいろんなユニットやってらっしゃいますからこうパワーバランスいろいろあると思うんですけどギラヤマジルコはあの長く続けてほしい、はい、あのプロジェクトだなと僕は個人的に思ってまして、まあ、やっぱり今その。 当たり前なんですけどジャズジャズでこうやってくるのもいいんですけど今の、えっと、要はだから二十歳前後の子たちとか若い子たちってあの昔こうだよねとかでレコード聞いたりして今結構カセットとかレコードとかに聞いたりとかするじゃないですか。でそこで触れるんですけど、まあ、それはそれで原曲の良さはものすごいあるんですがやっぱり今の時代に合わせた聴き方ができるっていうのが僕ギラム・ジラコだと思ってるんですよね。ギララムジラコすあき直し 今の,今のだからこういうのを街中でだからです「<laughs> うん、あ聞いたことあるこの曲でも原曲じゃないよね」ってその時の,その時代の色があるじゃないですか、うん、です原曲って。はい、だけど今こういうアレンジもので、うん、あのまあ言うたら崩しすぎないでストレートに聞けて「うんはい、ああの曲だよね分かりやすいよね」っていうのを。うんうん やっぱり聞く入り口としてはすごい聞きやすいアルバムだと思うんですよね。もう言いませんよ。だからあとラジオで聞いてくださいね。これもう。ワンダーウォールでね、あの定期的にうちでやってくださいって言ってくれてるのが本当に豊かくて。これ残すべきなんでどうしようかなと思ってたの本家にギランマジュルこういった方々にどうしようと思ってでもねうちでやってくださいって言ってくれたのが。来年やりますね。一月。う一月にあ一月のはもう後でいいんです。とりあえず二月二十日の公演時に。一月は。 また、それはそれでやりますけど、はい、はい、とうい,ういうことでございまして、もうね、うん、そう、そうなんですよね。<え>で、ううで,ね、で、まあ、あの、うん、まあ、今三つね、あの、やってきまして、うん、まあ、ソロディオのアルバムに関して、ブリと、えー、っと、<あ>こっちですね。こっちは、うん、えっと、まあ、後で話しますけど、えー、っと、後半二週の。 おところであの一丸々1枚お届けしますのでそちらはそちらでぜひチェックしてくださいというところでございまして3つやってきたんですけどあとは今ソロプロジェクトでねいろいろプロジェクトというかソロでいろいろやってる本当に多岐にわたる大学の講師もやってますしあとは最近なんかありますあ CM ね CM の曲入れとかああびっくりしたのがちょっとこれ言っていいのかなあのえっとその ペイペイとかっていうワード出して大丈夫ですかペイペイの CM あれ話題になりましたねあれギラさんだったんですねペイペイカードのね。CM ちょっと一瞬しか流れなかったけどねペイペイカードってやつあれギラさんなんやとそうあれねそうやかりやすいいろいろありますね でねまああの、うん、とはいえもう僕もあのギラさんの印象的なやっぱあのミーシャさんああまあうちに出ていったとミうシャ s ん非常にあの縁深いですけども、はいまあム・カンノさんだったりとかですね、うん、あの様々い,いらっしゃいますけども、はい、ギラジルカさんはまああのミーシャで「その紅白歌合戦」とかも出てらっしゃいますというところで、はい、まあ一曲ねここでミーシャの曲を、うん、あのお届けしたいんですが、うん、あのアレンジと あとはあ、ね、コーラスアレンジコ、コーラスアレンジで、あの参加されたミーシャの曲で一曲聞いていただきましょう。はい、ミーシャでレディーファンキー。 はいということでミーシャのレディーファンキーでございますけども <laughs> コーラスねわー言ってましたね、うん、<laughs> かっこいいいやすごいないやそうだから僕もあのギラさんが出てるミーシャのライブ見に行かせていた武道館とかですね、はい、懐かしいですねあれこのま<ー>あれ令和のだ平成から令和に変わるやつですよねそう,そ,うそ,うそうです武道館で懐かしい武道館っていうその館のね、うん、あのわかりますあの、うん、えっとグッズがあったんですよあ本当、はい

あ、あソロディオがかかってる。あ、あ嬉しい。あ、ソロデあスリラーだ。スリラーかかってますね。これあのそう最後にねあの先ほどご紹介したソロディオのアルバムあの来週来週だあの二週のあのごめんなさい後半かけますけどその中から一曲ね今スリラーのフラコスタンチョイスでかけまかけてますけど。ありがとうございます。の年末に向けてねあの精力的にまずはあの十一月十五日ですか。はい十一月十五日。どこで。あの下北沢にある えっと北でし <laughs> ょょう。ちっっと待って。北沢タ北沢タウンホールねははい、はい。で十一月十五日なんですけどホールコンサート非常に珍しいです珍しいし、ね、ありがたい話でございますホールコンサートしたいんですよ本当にあの全国の使ってないホールありましたらぜひ。はい <laughs> ただやっぱり主催がいないとなかなかできないのでその辺はねちょっと勉強するんですけども世田谷区の企画なんですはい、ねやらせていただくことになりましたがソロデュオヤハバイムとのデュオでございますそして竹中俊二とギターにベースいさつきレコーディングメンバーなんですけどもこの4人で登場いたしますのでぜひねゆったりとホールコンサート。 なんかロビーでおなんかお酒が出たりとかするそうです。あそうなんですね。ミュージックラウンジという素晴らしいはい。まあいろ今ねとにかくアルバムを15周年で作ってあのずっと全国ツアーしております。素晴らしいですね。今年はもうジャズフェスたくさん出していただいて本当にさもうありがたい。中洲ジャズも出たんですね。中洲ジャズも初めても夢が叶いました。本当に夢だったの出るの。無料のああいうフェスで。 もしかしたら日本で一番活気づいてるかもしれないですね、こんなことを一回言ったらですけど、で中全部ですすもんね本当そう洲の街中全部ステージ作ったりとかして、そうですよねすごい。でも本当、高槻ジャズストリートとかあの金沢もありますし、11月ですよね、オンエアね、岡崎ジャズストリートっていうのも出させていただくんですけど、なので、本当ありがたい。 また来年もちょっとねツアー減るかもしれないけどまたやりたいなと減るかもっていうのはソロディオでねソロディオで減るかもってこと減るかもんか空いてるホールっていう話してる割にはもうんか活動していかないいやいやソロディオとしてはやっぱ今年ね15周年で集大成で行ってますからどこ行くんですか浜松浜松行きますよタンホールじゃ12月は名古屋浜松そして鎌倉でも鎌倉ダフネってあそこでね2人が出会ったんですよ あそうですか偶然の出会いが二回続くというお話時々ライブでさせてもらうんですけどじゃ十十五周年でねそのあのスタートの地点にまた戻ってっていう感じですね素晴らしいですねということで本当にもう今日長かったですねもう体感僕長かったですよそっかお腹いっぱいにしちゃった決して悪い意味じゃない悪い意味じゃないですよ楽しかったですよごめんなさいねありがとうございますとんでもないですあの実際その ソロディオ骨子、うん、あごめんなさいあごめんなさいあの、うんうん、どうですか池チャンネルに来てみていただいて、うん、どうでした普段よくねあのお話ししてるしあれなんですけど、うん、こんな形でね、うん、でもギラさんやっぱあんまりこうガッツリと音楽の話したことないじゃないですかうです、ね、言うても確かにね。うん まだまだありますよいやちょっとね本当に喋りたいフォで喋ってたのねでも熱くなっちゃうからねちょっと偏らないようにしないといけないけどわかりますわかりますでもなんかボーカリストなんだけれどもミュージシャンって言いたい自分とわかりますかいやでもそうですよ世の中のねなんかさっきのいわゆるそのボーカルっていう枠は僕も楽器だと捉えてる基本的にはねあのやっぱそこでちゃんとこう 音楽をこう構成できるかどうかってすごい大事だと思ってるんで。まあ本当ちょっと、いろいろな戦いもあったし。自分との戦いもあったし、あの本当辛いこともたくさんあったけど。何にも、無駄はないっていう。そうですね。最後はそういうこと。ギラゴロクということで。ね全部作品にして、全部表現して。あの、させていただいてることに感謝でございます。それをだから体現できてるの本当に素晴らしいですね。 55歳になって、はい、まあもうここからねまた何年何十年と引き続きね、うん、やってい、はい、っていただければと思います。とい,ますということで<ー>本日のゲストはギラジルカさんでございましたどうもありがとうございました。